週間の天気をお伝えします。クリスマス寒波は週明けにかけて続く見込みです。また寒気が流れ込んできておりますので、北日本や北陸エリアを中心として雨や雪の降りやすいお天気となります。でその後冬型の気圧配置緩むタイミングもあるんですが、やはり日本海側の地域を中心に雨や雪が降りやすいお天気が続く予想となっています。また西日本では週明けにかけて気温があまり上がりません。10度以下といった地域も多くなりそうです。ただこの先は平年並みになる予想で、晴れる日は日差しのぬくもりも感じられそうです。北日本では気温が高めとなります。そして関東など東日本太平洋側の地域は晴れの日が続きそうです。空気の乾燥が心配されますので、火の元、そして喉のケア、手荒れなどもお気をつけください。この先のお天気についてはウェザーニュースのアプリから確認することができます。チェックしてください。